とちょっとやることいっぱいですもんね。誰か翻訳できるやつ元気あたり捕まえてちょっと誰かみんなで飲み来てるなあ、絵が2503もビッツをいただきました、はい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。昨日トバちゃんがね、あのフランス勢に囲まれて、あのババのミカドのすぐそばのとこで一杯やってて、はい、ツイート見ました。そう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 、飲んでました、ね、あの異国感やばかったっすね確かに。でもあれいい写真でしたね。あ、そうそうそう、ゲーセンも日本独自の文化と言えるのかと。まあどうなんでしょうね、日本発祥で一応いいのかな。で現状も日本でしか、あ、韓国とかね、アジア圏にしかちょっと残ってない可能性が高いと思います。あ、韓国とかはね、ゲームセンターは確かあるんですけど。あ、テキサス元気招待されてましたね、はいはいはい、すごい。あとなんか2人ぐらいいるって言ったのかな、確かツイート見たら。あ、なんか書いてましたね、はいはい。まあサード25周年、もうじき25年かな、5月でちょうど25年になるので。このダットリーは黒人さんです、はい、これ黒人さんです、はい、海外は家庭用ゲーム機とか PC メインより、まあ、よく言う地理的なことは絶対あるんだと思います。その日本はね、あの国が狭いから集まりやすい気もする、うん、確かに、うん、あとは昔これは聞いた話ですけど、単純にこれはね、聞こえが悪かったら大変申し訳ないんですけど、はい、昔のゲーセンは治安悪いじゃないけど、はい、あの要は金が入ったゲームなんか置いといた日には筐体ごと持っていかれると。ああ、そういう治安の悪い、はい、っていうのも聞いたことあります人対人じゃなくて、はい、人対機械の話だ。普通に何だろう、もうだいぶ昔の話だと思いますけど、はいはい、あ、だから海外に自販機があんまないのってそういう理由らしいですよ。ああ確かに、はいはい、それ聞いたことあります、はい、そんなもんもう何、あの全部鍵ぶっ壊されて、まあ、そうです、それこそ自販機ごとトラックに乗せてパクられるぞみたいな、はい、あ、そうそう、まさにそうですね、自販機の話です、うん、はい、で、いやー、あー、黒人さんっぽい、久々に見るな黒人のプレー、腹ジャンプ壊しジェッパわー、いいジェッパ、さすがに素晴らしい。で今日はもう、トナメを後追いで書くので、はい、16人のトナメが3つあるんですけど、もう1個完成したら始めます。あ、なるほど、はい、何台進行でされますか、はい、そうですね、1個目からやっていきます。今日は何台進行します。あ、もう1台でやりましょう。あ、1台で、はい、あ、なるほどなるほど。で1個目のトナメやってダメそうなら2と3は2台でやります。あ、なるほどなるほど、はい、1個目とりあえずやってみますケースバイケースでマニアックスじゃねえですか、マニアックスだねな感じですね。今日今ニュートンは11セットサードがフリップで稼働してます、はい、はい、すげえ、はい、ちなみに今日はシングルの一先ということで、一先です、はい、一先でやったら日が暮れてるので夜が明けますはい、はい、一先です無理です。11ですね、10が対面で、はい、1個仲良し台なので、はい、あのわちゃわちゃやってる楽しそうな台が1個あります、はい、ガチンコ一先バトルは言いたいだけ感半端ないな、それあの一部多分右下の方が日本勢集まりますけど、それはちょっと勘弁してということで、はい、出る、おお、ここに火吹いてきたな。じゃあブバさん入ったかな、それで配信台ストップにします。ブバさんのでラストにします。開幕やべえなあれ、左上大変楽しそうですねあれ。いや面白いですね、はい、大変 This week, what's up everyone? なんか陽気なコメントが来たな。毎回 OKY 俺の名前出してくれんだよな、 Thank you I'm feeling good。 草壁くんさんが国人にスコスコにされて、これ草壁くんとブバさんが交代交代で入ってますねネクロからネクロへ、はい、ニュートンなぜか、ニュートンなぜか最近ネクロ多いんだよななぜだ、一体なぜだ、はい、馬さんと草壁くんが割と常駐してるので確かにアッパか、
あ、面白そうな組み合わせいっぱいありますね、これね。いっぱいですね。これは結構ワクワクするな。エボ前夜祭に近いかな。確かに3日前だけど、そうですね、はい、今日優勝したやつはだいぶ上位狙えるんじゃねえかな、このメンツで、はい、石崎でちゃんと優勝できるやつは。確かに、はい、待ってる。うまい。覚えてます。覚えてますな。コクニーさん覚えてます。トレード